お主の年の頃、わしは次の長尾忠頼と言われておった。先生ならば当然でしょう。政治を抜かすな。腕がいいだけだ。先生には感謝しております。かつてわしは鍛錬に明け暮れ、家族を持ついとまもなくてな、巴を後継ぎにしたかったが、あやつの所業は許せなかった。お察しします。わしは弓に生涯を捧げ、弓はわしの名を世に広めた。だが弓は所詮武具よ。家族を持てばよかった。先生、わしのようになるな。クロードに飲まれてはならんぞ。巴は神屋形におる。猛虎を率いて名声を得ようと駆け回っておるわ。ならば必ず捕らえましょう。捕らえて始末をつけねばな。たとえ対馬が猛虎に乗っ取られたとしても、仏を拝んでもいいそうだ。本当か？お坊様たちから聞いたんだよ。そもそも猛虎の神様なんてわからないしな。じゃあどうして神社への道を塞いじまったんだ？参る。
生徒が大に落ちる。待たせてしまったな。危うく犬の餌にされるところでした。猛虎は倒した。安心しろ。休める場所を探してたんですが、佐護の西の海岸にある畑まで奪われてるとは思わず。戻ればよい。村は取り戻しておく。